はい、どうも、たいきです。よろしくお願いします。チャンネル登録及び高評価、LINE の公式アカウント登録よろしくお願いいたします。はい、今、介護系のニュース、ジョイントというサイトを見ていても、本当にこれ、夜勤明けで帰ってきて、のんびりしてる時に目に入ったニュースなんですけれども、なので急遽カメラを回してるんですけれども、中身なんですけれども、そのニュースの中身が、牛丼チェーン大手の店舗で夜勤をしていたスタッフが、朝方に倒れ、亡くなったことを受けて、医療職、介護職、福祉職でつく労働組合の、なくせワンオペプロジェクトが10日に声明を発表したっていうところで、ありますね。夜勤者は複数配置を原則とし、職員が安心安全に働ける環境をと主張、それを実現できる水準まで介護報酬などを引き上げるよう国に求め、深夜労働の健康被害も言われている中で、ワンオペ夜勤は労働者の安全配慮に欠くと、改めて問題を提起したっていうところでありますね。ワンオペ自体は結構きついというか、一言で言い表せないあかんよねっていうところではっきり言ってね、ダメだろっていうふうには思うので、これに対しては僕も、ワンオペはやめようぜという形で思ってますね。で、前介護のね動画で出してたと思うんですけれども、入居者が施設スタッフを殺害してその後飛び降りを図ったっていうニュースがねあって、それを以前僕も動画にしてるんですけれども、そういったこともワンオペだと可能性としては考えられるので、やっぱりそのワンオペって急な体調不良によってこういった死亡につながってしまったりだとか、入居者に、職員がね殺害されてしまうとかっていう例もあるので、やっぱりワンオペってねあかんのよ。人の目も少なくなるしっていうところで、で休憩時間とかもさやっぱ取れないじゃん。設定されてるけれども、実際じゃあ蓋を開けてみると全然休憩できないよという状況があるのでね、やっぱり。なのでそういった労働環境っていうのはやっぱり改善していかないと、こういった飲食ももちろんなんだけれども、介護職とか医療職とかっていうところでいけば、やっぱりそういった労働環境の改善っていうのは急を要するんじゃないかなというふうに思います。で結構勘違いしてる人がいるのかもしれないので一応言っておくんですけれども、例えば1日のそのタイムスケジュールってあるじゃないですか。でその中に一応ね、夜勤なら夜勤、日勤なら日勤ってあると思うんだけど、その夜勤の中でタイムスケジュールの中でじゃあここ1時間半休憩、2時間休憩とかあったとするじゃないですか。でそこの時間でやっぱり休憩ができないと、ワンオペだからね。設定はされているんだけれども休憩が取れない。これは労働基準法違反になるんじゃなかったかなっていうのと、あとはそこで取れなかったらじゃあ空いてる時間で取ってねっていうのも確かこれアウトなんですよ。休憩時間内で例えば業務をしますと言った時に、その分の確か賃金を払わなきゃいけないっていうことと、あとね、明けであんまり思い出しながら喋れないんだけれども、確か休憩の基準って、休憩時間を与えられるじゃないですか。与えられてる時間は労働っていうところから完全に解放されなければいけないみたいな、確かね、基準があったんですよ。法律かなんかで決まってるんですけど、それをなかなかこう内部告発できないからなあなあにしてしまっているっていう部分もね、結構あるかもしれないんですけれども、でも本当にこういう環境に悲鳴を上げたり、なんじゃこりゃという形で切れた人って基準監督署行きますからね。施設の人たちというか働いている人たちはこういう状況だもん仕方ないでしょって思うかもしれないけれども、でも法律にはかなわないので、告発されたら終わりです。はっきり言って、どういった形で告発されるのと、内部情報を外に漏らしたらダメだろうっていうふうに思うかもしれないんだけれども、こういった労働環境に悲鳴を上げている人だったり、本当にブチ切れてる人ってそんなん関係ないんですよ。無我夢中になっちゃうから。じゃあそういった時の証拠って何持っていくのって言ったら、おそらくだけど介護記録持っていくと思うんですよ。トイレ誘導していて排泄板っていうものがあるんだったら、排泄板の一部を持っていって、それを労働基準監督署に見せてもらって、こういう実情がありますっていう形で持っていったりだとか、そういう方々って結構やっぱり証拠を取ったりするので、証拠がないと当然動けないからね。なので、そういう状況だからみんなやむなく頑張ってるんだよっていうのは通じないんですよ。だからこういったワンオペ夜勤であったりだとか、本当にワンオペ夜勤、今回に関してはワンオペ夜勤っていうところでこうフォーカスを当ててるのでね、そちらの方でちょっとお話をしていくんですけれども、そういう労働環境をなあなあにしてしまっているところっていうのはもう早急に改善していった方がいいんじゃないかなというふうに思います。明けでちょっとうまく喋れてるかどうかわからないし、急遽本当にカメラを回したのでほとんど編集とかっていうのもカットだけになるんじゃないかなっていうところで
やっていってるんですけれども、ワンオペ夜勤って本当に体もぶっ壊すし精神的にも病んでくるしっていうので、まあなかなかその負担がでかすぎるので、やっぱそういう環境であったりだとかっていうのはね、ちょっと早急に変えていってほしいなというふうに思います。ワンオペ夜勤というところに対しての皆さんのご意見あればコメントしていただけたらと思います。というところで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。